どうも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、こちらのアメリカンエクスプレス、こちらはゴールドカードなんですけども、アメリカンエクスプレスのクレジットカードのポイント制度ですね、メンバーシップリワードについて解説ねしていきたいというふうに思います。アメックスのねクレジットカードのポイントって何に交換するのがねお得なのかと思っている方ね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、この点についてね今回解説させていただきますので、ぜひね最後までご覧いただければなというふうに思います。ではまずですね、今回はこのアメリカンエクスプレスのクレジットカードのポイントということで、こちらですねプロパーのアメリカンエクスプレスのクレジットカードのポイント制度っていった形になっておりまして、対象カードはですねアメリカンエクスプレスのグリーンとゴールドとプラチナ、またねそのビジネスカードもこのメンバーシップリワードっていうねポイント制度っていうふうになっております。でですね、アメリカンエクスプレスのクレジットカードは基本ね100円につき1ポイントがね付与されるっていうふうになっておりますいますんで、基本還元率はね 1% っていった感じになってるわけですよね。またねアメックスということでポイント付与がねされない利用先であったりですね、税金などの支払いの場合はですねポイント付与がね還元になってしまうというふうになりますんで、こちらに関してはですね公式サイトね概要欄に載せておきますので注意していただきたいなというふうに思っております。やはりねこちらについては知ってるか知らないかっていった感じになりますんで、普通にねポイントもらえるというふうに思って決済したのにですね、実は対象外であったりですねポイント半減のね利用先であるとですねかなりね残念な思いされるかなというふうに思いますので、これではね注意していただきたいなというふうに思っております。またねポイントの有効期限についてなんですけども、基本は3年間というふうになっておりまして、ポイントを交換するとですね無期限というふうに変更されますので、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思います。でですね、アメリカンエクスプレスのポイント制度はこのメンバーシップリワードっていう名前なんですけども、こちら年間3000を支払うとですねメンバーシップリワードプラスっていうねサービスがありまして、こちらね有料になるわけなんですけども、アメリカンエクスプレスのですねポイントをお得に利用するにはですねこちら年間3000かかるわけなんですけども、おすすめっていった形になっております。もちろんね有料っていった形になりますんで、ポイントをねお得に使うのにお金をかかるのはっていう風にね思われる方もいらっしゃるかなという風に思うわけなんですけども、ポイント交換の高レートを取るか節約するかね二択になるわけなんですけども、個人的にはですねお得に利用することができますので、こちらねメンバーシップリワードプラスっていうのはですね入会がおすすめっていった形になっております。でですね、この3000円の年会費については自動更新っていう風になりますので、交換したい年だけですね加入していただいて、まあ利用しない時はですねやめていただくみたいなね、そんな感じで、ね、利用することもできるっていった形になりますので、この点はね覚えておいてください。でですね、この私が持ってるのはアメリカンエクスプレスのこちらアメックスビジネスゴールドカードっていう風になるわけなんですけども、まあグリーンとゴールド、またこの上にプラチナってあるわけなんですけども、プラチナカードについてはですねこのメンバーシップリワードプラスの3000のね利用料金っていうのは無料っていった形になっております。アメックスのポイントから各種ポイントマイルへの移行レートっていうのですね、ちょっと私の方でまとめてね作らせていただいたわけなんですけども、こんな感じになっておりまして、まずね赤い部分に関してはポイントがね10日で利用することができるっていった形になっておりまして、一番上ですねリワードプラス加入もしくは未加入の場合でですねポイント交換レートがどのように変わるかっていうのがね分かるようになっております。でですね ANA マイルのところをね見ていただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、 ANA マイルに関してはですね年間5000のですね移行手数料がかかるっていった形になっておりまして、またですね年間上限が4万マイルまでっていうふうになっているわけなんですよね。こちらねちょっと残念だなっていうふうに思うわけなんですけども、 ANA マイルにね交換する場合はリワードプラスの手数料こちら3000ですね、またね移行手数料が必要になるというふうになりますんで、年間のね費用に関しては8000円がねかかってしまうっていった形になっております。でですね10日で交換できるポイントについては赤枠でね入っている通りですね ANA であったり ANA スカイコイン、またねアメックスのトラベルオンラインと航空会社での利用、こちらに関してはですね10日でね利用することができるっていった形になっておりますので、アメックスポイントの利用先としてはですねかなりおすすめっていった形になっております。でですね ANA マイル以外のマイルの交換についてなんですけども、アメックスのポイントはですね JAL マイルもですね昨年からね交換することがねできるようになって
になったわけなんですけども、残念ながらですね、交換レートがですね、鬼のように悪いっていった形になっておりますんで、こちらは緊急事態以外はですね、基本的にね、お勧めできないっていった形になっております。またですね、その他のマイレージということで、アメックスのね、リワードポイントはこんな感じでですね、航空会社のマイレージでね、交換することができます。結構ね、交換できる航空会社もね、多いかなっていうふうに思うわけなんですけども、お得にね、利用するっていう意味ではですね、 ANA もしくはですね、ブリティッシュエアウェイズのマイルアビオスにね、交換するのがね、いいのかなっていうふうに思っております。ブリティッシュエアウェイズのね、マイレージアビオスっていうのはですね、 JAL のね、特典航空券を発券することができるんですよね。またね、必要マイル数も距離にして650マイル区間であればですね、片道ね、6000マイルでね、発見することができるっていった形になってるんですよね。でですね、この距離にして650マイル区間なんですけども、東京といえば大阪、札幌、福岡エリアですね、片道6000マイルで利用することができますし、またね、 JAL マイルよりですね、必要マイル数も、まあ、少しであるわけなんですけども、少ないマイルでね、利用することができるっていった形になってるんですよね。それでは次にですね、こちらの表のポイントフリーダム利用代金順当っていうのがね、書いてあると思うんですけども、このポイントフリーダムっていうのはですね、利用した金額に対してポイントをね、利用するっていった形になっておりまして、このアメックストラベルオンラインと航空会社のカード利用についてはですね、1ポイント1円でですね、利用することができるっていった形になってるんですよね。まあ、このアメックストラベルオンラインっていうのはアメックスの会員限定ですね、オンライン予約できるわけなんですけども、まあ、こちらは1ポイント1円でね、利用することができるわけなんですけども、私がね、昔調べたところだと、まあ、結構ねお値段は高かったので、私自身はね、利用したことがないわけなんですけども、一応ね、1ポイント1円でね、利用することができるっていった形になっております。航空会社の支払いにポイントがね、1ポイント1円で利用できるっていうのはね、かなりいいかなというふうに思っておりまして、アメックスはね、キャンペーン結構やっておりますので、まあ、その時にね、たくさんもらったポイントをですね、航空会社に決済した費用にですね、充てるっていった形にもできますので、こちらね、知っておくとかなりね、お得に利用できるかなというふうに思っております。それでは次にですね、ヒルトンポイントとマリオットホテルポイントについてなんですけども、まあ、こちらね、書いてある通りですね、メンバーシップリワードプラスにですね、加入していればですね、ヒルトンポイントについてはですね、1000ポイントを1250ポイントに交換することができて、マリオットのポイントにはですね、1000ポイントが990ポイントでね、交換することができるんですよね。でですね、ヒルトンポイントについてはですね、1000ポイントが1250ポイントということで、こちら 100% の交換率をね、超えているということで、ちょっとね、あれって思った方ね、いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、ヒルトンのポイントっていうのは基本ね、 0.3 円から 0.5 円ぐらいっていうふうに言われておりますんで、こちらね、お得のように見えるわけなんですけども、どうしてもね、ポイントが足りないみたいなね、そんな時以外ですね、交換するっていうのはね、お勧めできないかなっていうふうに思っております。またね、マリオットホテルポイントについても1000ポイントが990ポイントということで、まあ、マリオットボンボホテルポイントに関しては1ポイントね、1円で利用することもできなくはないっていう風になりますんで、すごいね、ポイント交換レートが悪いわけではないんですけども、すごいいいわけでもないんですよね。 SPG アメックスってありますよね。あちらだと基本ね、100ポイントの決済につき3ポイントがね、付与されるっていう風になりますんで、そう考えていくとですね、まあ、こちらもですね、どうしてもポイントが欲しい時にはですね、利用するのもいいのかなというふうに思うわけなんですけども、基本的にはですね、利用しない方がいいのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、アメックスのリワードポイントについて解説ね、させていただいたわけなんですけども、ではね、実際お得なのはどれなんだっていう話になるとですね、手数料と移行上限がね、あるわけなんですけども、個人的にね、おすすめなのは ANA マイルかなというふうに思ってるんですよね。 ANA マイルにしておけばですね、年間3万ポイントっていうね、上限があるわけなんですけども、楽天ポイントや T ポイントに10日でね、交換することもできますし、 ANA スカイコインでもですね、クレジットカードのね、
クラスやステータスにね応じて変わるわけなんですけども、 1.6 倍とかにもですね交換することができますので、費用はねかかるわけなんですけども、 ANA マイルねおすすめかなというふうに思っております。またですね、ブリティッシュエアウェイズのアビウスですね、こちらもね結構有名で、こちらに交換されている方もね結構多いかなというふうに思うわけなんですけども、 JAL よりもですね少ない必要マイル数で利用することができるという形になっておりますので、ブリティッシュエアウェイズのアビウスへの交換もですねおすすめかなというふうに思っております。またですね、ホテルの利用部に関してもアメックスリワードポイントっていうのは 80% でね利用することができるわけなんですけども、まあ当課ではねないわけなんですけども、こちらもね悪くはないのかなというふうに思っております。できればね当課で利用できるところがねいいのかなというふうに思うわけなんですけども、こちらもね現金を使わずにポイントで支払いたいっていう場合はですね悪くないのかなというふうに思っております。またですね、航空会社の支払いの代金ですね、当課で利用できるっていうのはねかなりいいのかなというふうに思っておりますので、もしねアメックスのポイントね保有されている方はですね、ぜひね参考にしていただけたらなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルコントについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。